はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日は浦安を一周してみたいと思います。スタート地点は高須海浜公園からです。今日は GoPro に外部音声アダプターをつけて、その先に新しく買ったロードのワイヤレス GO をつなげています。マスクの中にピンマイクを仕掛けてるんですが、音声どうでしょうか。ディズニーランド方面に向けて浦安を時計回りで回るような感じで行きたいと思います。はい、ちょっと鉄鋼団地の中を走ってます。浦安はディズニーランドとかがあって華やかなイメージがあると思うんですが、こういった工場地帯もあります。鉄鋼団地というだけあって、いろんな金属関係の会社が入っていて、鋼材の倉庫や、あとはシャーリングとか加工とかの工場があります。はい、今京葉線の下をくぐってます。この先まっすぐ行くとディズニーシーの駐車場だったかなに出ると思います。まっすぐ行くとディズニーシーですね。で、右に曲がると舞浜の駅前に行きます。今日はどっちに行こうかな。はい、ここまっすぐ行くとディズニーシーですが、今日はディズニーランドの外周をぐるっと回ってみようと思います。あれなんだっけ、なんとかなんとかなんとかタワー。あー、なんか日本じゃないみたい。
れ映ってるかな、あの船、あのあれ、あの船、名前なんだっけ。コロンビアって書いてある。あ、GSX。わあ、すごい気持ちいい。ああ、暑くなってきたな。そういえば前に市役所にディズニーランドの周りの歩道でちょっとイベントをしていいかみたいな問い合わせをしたことあったんですけど、市の担当者によるとですね、どうやらこの周りは全部オリエンタルランドが管轄しているみたいです。上がってきました。こんな感じでウッドデッキがあって、でここの道自転車通れるみたいなので、本当は下の道をぐるーっと一周回ろうかと思ったんですが、ちょっとこっちの道を走ってみたいと思います。左側がもうすぐ海で、フロントみたいに上半身を起こしたような乗車姿勢の自転車だと海を見ながら気持ちよく走れると思います。あ、なんかやっぱりこういう道気持ちいいですね。左側に東京湾ゲートブリッジ、あと木間の風力発電も見えます。で、右の方には葛西臨海公園。